ちは、直樹パークです。皆様、中秋の名月、お月見はどのように過ごされておりましたでしょうか。私は部屋の窓から夜空の満月を眺めつつ、和室の片隅にある日本庭園風プライケゾーンで錦鯉を眺めながら癒しのひとときを過ごしておりました。今日はそんな一風変わった癒し空間の雰囲気をお裾分けしつつ、プライケの現在の錦鯉の様子、現状をお届けさせていただきたいと思います。まずは中秋の名月ということで、ススキやお花、おまんじゅう、秋ビールをお供えしてみました。そして錦鯉ですね。もともと5匹いた錦鯉ですが、現在はアサギ、紅白、銀鱗キウツリの3匹で飼育しております。残り2匹は残念ながら病気で旅立ってしまいましてね。現在いる3匹についても、先日ご紹介させていただいた穴あき病の原因となるエロモナス菌に侵されて、かなり危険な状態にはなったんですけど、薬浴プラス塩浴、そして薬餌、そして加温でなんとか乗り越えてくれたんですよね。そして少し話は変わるのですが、我が家の錦鯉はよく盆栽飼育なんて言われることもあるのですが、わざと噛みつぎに飼育したり、給餌量を調整したりすることで、あまり大きく成長させないようにコントロールする飼育方法で飼育をしていたんですよね。ところがですね、今回数が減って過密環境が緩和されたことや、病虫病後の関係で給餌量を増やしていたことや、成長が盛んな季節だったということもあってか、変な成長のスイッチが入ってしまったようで、結構急な成長が見られまして、特にアサギがかなり大きくなったんですよね。ということで、この池だと今の3匹のままで十分な盆栽飼育ができる環境になってしまいましたのでね、減った2匹は追加せずに、この池ではこのままこの3匹で飼育を続けたいと思っております。では最後はこの癒しのひとときのお裾分けとなります。よかったら癒しの BGM とともに、我が家の和室の片隅にある日本庭園風の錦鯉プライケで錦鯉が泳ぐ様子をお楽しみください。ではどうぞ。Thank you.
今日はここまでとなるのですが、いかがだったでしょうか。少しでも癒しとなったのであれば、また少しでも錦鯉の魅力が伝わったのであれば幸いです。あと、このチャンネルでは川魚や熱帯魚の飼育といったアクアリウムを中心に、生き物飼育で得られる楽しみや癒しをお届けしつつ、必要となる飼育設備やおしゃれで魅力的な飼育方法、ワイルドで魅力的な飼育方法、そして飼育にも役立つ自然での生き物の観察の様子や採集の様子といった、生き物や自然がより好きになっていただけるような動画を投稿させていただいておりますので、またよかったら過去の動画や次回動画もご覧になってみてくださいね。ではでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録や高評価もよろしくお願いいたします。ではまたの動画でお会いしましょう。